ISS ユニティユニティは国際宇宙ステーションを構成するモジュールの一つで、米国製としては初のモジュールである。円筒型で6カ所の結合場所があり、他のモジュールを接続できるようになっている。大きさは直径が15フィート、全長が18フィートで、アラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センターにある製造設備でボーイング社により建造された。 ノード1と呼ばれることもあり、ISS の完成時には3つとなる接続モジュールの最初の一つである。スペースシャトル発の ISS 組み立てミッションである STS-88 でエンデバーのメインのペイロードとして軌道上に運ばれた。1998年12月6日、ユニティ後部の結合ポートとすでに軌道上にあったザーラモジュールの全部ハッチが STS-88 の搭乗員により接続された。ザーリャとの接続の他に、現在では、米国のデスティニー、Z-1 トラス、余圧結合アダプタの PM-3、クエストエアロック、トランクウイリティとキューポラが接続されている。さらに、多目的補給モジュールであるレオナルドとラファエロが、何回かのミッションで、ユニティに接続されている。 ガスや液体などの流体、環境制御、生命維持システム、電力やデータ通信システムなどといった宇宙ステーションに欠かせない資源はユニティを通して作業、居住区へ供給される。ユニティには5万個以上の機械部品、液体や機体が通る216本の配管、合計6マイルの電線を使った121本の内部、外部の電気ケーブルが取り付けられている。 ユニティの外壁と構造はアルミニウム製である。エンデバーでの打ち上げ前にユニティの前後の共通結合機構にあらかじめ円錐形の余圧結合アダプタが取り付けられた。ユニティと2つの結合アダプタの重量は合計で約25,600ポンドある。このアダプタはモジュールの結合機構であり、スペースシャトルやロシアのモジュールで使われている。 ドッキングシステムとのドッキングのために用意されたものである。ピエメ -1 はザーリャとユニティを高級的に結合させるために使われ、ピエメ -2 はトランクウィリティに移設され、シャトルとの結合のためのドッキングポートとして使われた。ユニティの初期の式統制を行うコンピュータやマルチプレクサでマルチプレクサは、ピエメ -1 の外部に取り付けられている。 初期のステーション組み立て活動において、ロシアの通信システムを補うために、ヒューストンの管制センターとデータや音声やデータ速度の低いビデオ通信ができる初期通信システムも装備されていたが、この初期通信システムはその後撤去された。残る2つの接続モジュールは、NASA と欧州宇宙機関の合意のもとで、イタリアのアレーニアエアロスパシオで建造された。 ハーモニーとトランクイリティはユニティよりもわずかに長い約21フィートの長さで6つの結合ポートに加えて8台の国際標準実験ラックと同等サイズのラックを設置している。それに比べるとユニティは半分の4台のラックしか搭載していない。餌が建造したハーモニーとトランクイリティはコロンバスやその他の餌の機器を スペースシャトルで打ち上げるための費用を総裁する形にされている。ありがとうございます。